頭数用中がなびら、皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。先日国立劇場沖縄大劇場で大きな式典が開かれました。何度か番組でもお伝えしましている通り、今年はですね、沖縄の宝組踊りが最初に上演されてから300年の節目の年にあたるんですよね。その300年をお祝いした記念行事の開幕ということで、式典が行われまして、私は司会を務めさせていただきました。玉城デニー沖縄県知事がですね、高らかに開幕宣言をいたしますと、大きなジャーンというドラの音が鳴りまして、いよいよキックオフスタートいたしました。沖縄の宝でもありますけれども、今や日本の宝、そして世界の宝でもある組踊り、今年様々な場所でイベントや公演が行われます。ぜひ皆さんも足を運んでいただきまして、組踊りの300年をお祝いして、そして盛り上げていきましょうね。沖縄羅針盤、今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ、今週は琉球銀行頭取の川上康さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです。川上さんは1961年生まれ、那覇市のご出身です。東北大学経済学部を卒業後、1985年に琉球銀行入行、小座支店長や営業統括部長、常務取締役を経て、2017年に頭取に就任しました。銀行を取り巻く経済環境が大きく変化していく中で、琉球銀行の舵取りをどのように進めていくのか、2週にわたってざっくばらにお話ししていただいています。今週はキャッシュレスアイランドのお話からスタートです。それではどうぞ。コーラルラウンジに琉球銀行の川上頭取に来てもらいました。なんとなくやっぱ緊張しますね。大臣にもインタビューしますし、県庁にも乗り込んでて県知事にもインタビューしますし、経済界の重鎮たちにもインタビューしますし、文化人にもインタビューしますけど、琉球銀行の頭取という立場はやっぱりちょっと特別な感がありますね。そうですか。まあ普通ですから、ね、普通ですか。適当に話していければ私も何でお話できると思いますんで、就任から、2年、そうですね、ちょうど2年経ちまして、3年目に突入というところですね。今ご自身の2年間の評価を。そうね、評価すると非常に難しいんですけどね、ある程度やりたいと思ったことの目出しはね、だいぶできつつあるのかなと。目出しはもうできたと思ってます。ただこれが本当にね、定着していくかどうかっていうのは、これからの 1,2 年がね、勝負じゃないかなというふうに思ってますね。だいぶ発信はなさってるなという感じがあります。そうですね、発信というか、私の立場上ですね、銀行を宣伝するのも仕事の一つだと思ってるので、リクエストが来たら全部受けるようにしてるんですよ。それは取材もそうですし、今日みたいなね、ラジオの収録もそうですけれども、沖縄県民のですね、琉球銀行館というのは、それこそ多摩天聖頭取や、それから佐喜眞明頭取や、中山頭取や、大重鎮たちのイメージがまだまだ強くあって、私のイメージでは金城さん、から、銀行もなんか変わってきたんだなという印象があって、それで川上さんになってぐっと若くなって、だっと自分の言葉で喋られると。自分の言葉で喋るというかですね、昔ほどね、銀行実態が盤石な、会社がなくなったというのかしらね、一般企業のようにですね、悪戦苦闘しないとですね、前に進んでいけないし、会社の存立自体もね、なかなか、続かないという時代になったので、それに伴ってですね、トップである頭取さんもですね、動き方が変わってきたということじゃないかと思いますけど、ね、必死感が出てきたと、そういうことです、ね、というふうに捉えていいですか。先月の新聞に琉球銀行内閣府表彰と、キャッシュレス化促進評価とか出てて、これ私大変興味あったので切り取って持ってるんですけども、川上さんも出ておられて、これ陣頭指揮取られたと聞いてますが、そうですね、キャッシュレス化っていうのはもう、特にこれ加盟店業務っていうところなんですけどね、ちょっと加盟店業務って最初説明しなきゃいけないんですけれども、カードの加盟店業務って呼ぶんですが、
これは例えば皆さんがですねクレジットカードでお店で、料金を支払う費用を払うときに、端末が出てきてそこにお店の方がカードを差し込みますよね、うん、して、暗証番号を打ってくださいと言いますでしょ。でカチカチカチと打つ、このね暗証番号を打つこれ端末っていうんですけど、このカード端末をねお店さんと契約して置く仕事、うん、これがカード業務なんです、うん、でそれをカード業務はこれ30年前から始まったような仕事ですよ。大昔からですよね。でこれを置くと、加盟店さんはですね、まあ、お客さんがカードに入るので売上が増える、そして我々はこのカードの端末を置くので若干の手数料を得た、うん、まあ、こういったビジネス、これ意外とお金その加盟店さんと表現なさる、うん、意外とお金かかるもんで、まあ、売上のほんの何パーセントかはいただく形になりますね、うん、で回線代がかかったりとか そ,、ね、その端末 の, その保守費用がかかったりとかでしたよ ね, そ, ね、うん、まあ、それがね、まあ、始めたさっき何年から始めたんですかみたいな質問があったかと思うんですけど、このサービス自体は2017年の1月からスタートしているので、うん、もう2年ちょっとなんですね。ただそのことが国から評価に当たったんですね、まあ、これがスタートが始まって、うん、まあ、評価されて、まあ、最初の頃はね、銀行のビジネスとして銀行員が我々のお取り先さんに行ってですねカード加盟店端末を置いてもらえませんかと話をしてたわけです。今でもやってます。で、今だいたい4000台近くがですね沖縄県内で琉球銀行の端末が置いてると思うんですけれども、ただなんていうんですかね、離島の方に行きますとね、うん、やっぱり我々も支店がないところがいっぱいあるんですね、我々の支店があるのは、宮古島それから石垣島久米島この3島だけなんですよ離島は。でそれ以外のところっていうのは銀行部いないわけです。ところが最近座間味村の中で、ね、観光客が非常に増えてきて、海がきれいだってことで欧米人の方がねどんどん来るわけですよ。ところがお金は使いたいんだけれども使えないと、うん、いちいち両替してね、旅行してるわけでもないしカード切りたいなと思っても受け取ってくれないと、うん、そしたらなかなかね、観光客の皆さんも不便を被りますし、そのお島のねお店の方々も売り上げが増えないという問題があったんですよね。いや300万人からの外国人が沖縄に来るようになって、それもものすごく顕在化してます。もう島だけの話じゃなくなってはいますよね、でもそれは座間宮渡嘉敷まで行ったら大変でしょう。そうそう、だから沖縄本島とかは、まあ、大きな離島はね、うん、まあ、我々が今一生懸命やってるから、うん、はい、いいんですけど時間かければどうにかなるんですけど、そういう離島はいつまでたってもですね、うんうん、なかなかカードが、ね、広がらないという問題が昔から根本的にあったんですよ、うんうん、でそれを解決するということで今回ね琉球銀行が、例えば座間味村のね、観光協会と提携して、観光協会の方が琉球銀行に代わって座間味村の お店にカード端末を設置するっていうビジネスを始めたわけです。これはこういう仕組みは他でもやっていけますね。そうですね、ですから今実際は西表島とかも始めてますし、うん、それから北部の地域、例えば本部村町とかね、さらにもっと言ったらさらに北の方には支店ないところいっぱいありますので、そういったところも提供できます。この、キャッシュレスの話もう少し突っ込みたいです。今回の国の評価も110事例の中から30本ぐらいに選ばれたというんで、100じゃないと思います、1万1000ですよこれ。1100か1100の事例、そうそうそう、はい、なので高い評価もらったと、そういう理解でいいですね、うん、おそらく日本の、金融機関の中で、我々みたいにですね金融機関が旗を振って地元の、うん、組織、例えば商工会であるとか観光協会と提携しながらですね加盟ておくというビジネスモデルを作ったのはないと思います、うん、沖縄これそのなんていうかな、こうそういう展開していきたいというふうに事業者皆さん思った時に、どこからどう始めようという感じ、うん、それからハードル高かったりするところがあるだろうなと思うんですよ。龍銀さんがやろうという話の時には多分相談がしやすいという状況になっているのかな、ね、どうですか。端末の、ね、特徴もありますし、うん、それからやっぱり観光協会、地元の観光協会の方と連携したというのが一番大きなことだと思うんですね、うん、観光協会の方だって確かにお客さんが来てほしいというのは当然そうなんでしょうけれども、やっぱりこの端末の機械を設置する作業っていうのはね、契約書を書いたりそれから機械を実際に設置して、まあ、線を結んだり Wi-Fi を飛ばしたりするんですけど、そういった作業もあるわけですね、うん、初期設定とかも含めて。でこれただでやるわけにいかないですよね、やっぱりね、やっぱ観光協会さんもビジネスをやる以上は観光協会もこれを設置することによって何らかのメリットがないといけないと。で今回のビジネスモデルの特徴は琉球銀行も若干手数料いただきますけれども、うん、観光協会さんにもですねしっかりと利益が残る仕組みなんですね。
店舗さんをサポートしていく役割を業務委託って形で我々があの業務委託やられますんで、うん、で加盟店さんは加盟店さんの方で利便性が高まり売り上げが増えると、こう三方よしのですね体制がまあ構築できたと、うん、いうところが非常に大きいかと思いますね。いや各地域にある観光協会もその地域の観光 の, その促進をしていくという役割がこれあるわけで、それにそのキャッシュレスというのはそれにかなった話ですよ ね, そうですね、三方一両得とよく申し上げ、もう一つこれはあの社会全体もキャッシュレス化ということへの価値があると、はい、これ国が推奨してそれこそオリンピックに向けて、まあそうですね、あの何も海外が進んでるから、うん、あの日本も遅れちゃいけないというだけではなくて、ね、うん、社会全体の構造的な改革にもなっていくという話だろうと。そうですね、ええ、あのやっぱり、ね、キャッシュの、ね、ハンドリングコストとか呼んでるんですけど、うん、お金を、ね、扱うっていうのは結構大変なんですよ。例えばこのスーパーさんなんかでもね、毎日売り上げって店閉めるじゃないですか、うん、そしたらねこのレジから、ね、お金出してきてね数えてね合わせて、それから何するかって言ったら今度その合わせたお金をですね夜間金庫っていうね、銀行にこの振り込み袋があるんでそこに詰めてですね、でまたそれを持って、まあ、車かなんかで行って銀行の夜間のね、ロッカーみたいなところに開けて鍵開けてそこに投入するとかね、そういったこと毎日毎日やってるんですよね。でお金なんですぐ使えるからいいっていうメリットはあるんですけども、裏側にはこういったコストが発生してる、それ人件費もかかるでしょうしね、そこがねやっぱクリアになるというのは非常にあの、うん、お客さんにとってもメリットがあるんですよね。あの現金というその距離は短い方が事故の可能性も、そうですね、低減できますよね。一番の皆さんが混乱しているのは、うん、いろんなね、まあ、業者さんを含めですね、いろんな人がいろんなキャッシュレスの手法をね、うん、編み出して自分がその覇権を奪うというのかしらね、それのためにいろんなキャンペーンをね、信じられないような巨額の億単位のキャンペーンを張ったりとか、今いろんなプレイヤーがね、まあ、ある意味どちらかというとシステム会社を中心としたグループとか、それからまあ銀行を中心としたグループあるんですけど、それたちがいかにマーケットを早く抑えるかみたいな一生懸命なんですよ。でその裏側にやっぱデータをねたくさん取りたいというね発想があるわけですよね。例えばあの GAFA っていうかな、 Google とか Apple とかね、 Facebook みたいに、そういったキャッシュレスのカードなりQR とか、スマホを使うとそれに頑張って LINE が乗り出そうとしてると、うんうん、そんな話ですよね、いうことなんですけど、なんか その辺のところって利用者不在じゃ変なんですけど、利用者不在でもないんでしょうが、お客様の立場に立ってどこまで考えてるのかとかね、いうのが少し私は見にくいなと思ってるんですけれども、いやそこでですね、だから僕は沖縄としての沖縄リードする形で の, このキャッシュレス社会というものの意味をね、うん、ちゃんとこう踏まえたところ で, です、ね、この流儀さんなんかリードなさったらいいと思うんだけど、そのつもりなんですけれども、ですから例えば QR コードの壁何ていうかな、スマホの決済のシリーズがありますけど、まあ、これを完全に指定するわけじゃないんですけど結構めんどくさいんですよあれ、あのお支払いしますとか言ってですね、それからスマホを立ち上げてですね、アプリを立ち上げてですね、例えば人の QR コードを撮影して、了解とか押すとかですね、結構いくつも手間がかかりますよね、でもあの今ほら皆さんがね、例えば東京いたしに使うスイカとかね、あれはもう史上最速ですよ、やった瞬間シャリーンとか言いますでしょ、 で終わりますよね、でもしユーザーの観点から、私もそうですけどユーザーの観点からしたら絶対こっちの方が便利ですよ、あの今 の, その人々の幅をなんていうかな、一番その公約数を持って使い道が使い勝手がいいということになります、それは若い人たちはいいんですよ、スマホでもいいんだけども、やっぱみんなで使うという話の時にそっちの方がいいです、そうでしょうね、ですから、ただこれもいろんなまた問題があるんで、あの端末を送るのに、ね、コストがかかるんだけれども、一方では QR はコストがかからないよねとかね、ですから加盟店の方は負担が少ないねとか、もうこのいろんなせめぎ合いの中で、ね、一体何が普及するのか分かんないというのは実態ではありますね。川上さんの頭の中ではできてますか、その、まあ、一応我々は沖縄としてこうはしていくべきだという、基本はねどれもねメジャーにはならないと思ってます、例えば今の電子マネーいろんなマネーがあるんですよ、スイカもはじめとしてし、それから沖縄でエディもねすごく使われてますし、どこかワオンもありますし、ナナコもあるし、でもどれもそれなりに顧客を持ちながら、併存してるわけですよね。ってことはおそらく今の QR の人たちもあのスマホですね、ある程度は普及するんでしょうけど、これであの中国みたいにね全てをカバーできるってことは起きないんだろうなと思いますね、あの大きく、まあ、向こう5年ぐらいで大きくこの辺が変わってくることだと思うんですけど、あの銀行という業からするとですね、この辺もまた主戦場になってきてますよね、そうですね、まあ、ちょっと繰り返すわけじゃないんですけど、
ですからってことで、もちろん銀行のね、私の考えの中では、うん、今お客様のお店で何が起きてるかというと、いろんなね端末がね並んでる、机の上に、はい、クレジットカード来たらこの機械でやって、うん、気の毒なものになりますよ。そうそうそう、もう電子マネーが来たら、ワンエディが来たらこの端末使って、うん、QR が来たらこっち使ってって、やっぱこれはねお互いのためにならないんで、うん、やっぱこれオールインワンでね、一つで何でもできるっていうのを作るべきだと思ってます、うん、沖縄からそれやってみましょう。やってます。私は琉球銀行の作ってる端末はそれを目指して今それを作ってるんですよ。それは知らなかったです。いや、 まだでも世に出してます。出してます。みんなそれ配ってます。ですから、これがそれですか。それです。今我々ですから、クレジットカードも全員カード使えますし、それから、電子マネーのエディスイカ、ワンオン7個、スイカ、それから公的でもですね、それから銀リア、ウィーチャット、アリペ、うん、全部できます。そうですか、で今後もし QR がある程度普及したら、これも入れようと思って今準備をしてます。その県内のね、観光客が来られるところの店舗ってみんなおっしゃったように端末がいっぱい並んじゃって、タクシーの中でさえいっぱい並んでしまって、これはおかしいですね、はい、ちゃんと問題解決せないかんですよね。そういったこともあって、僕らは自社でそういった端末も開発してるんです、うん。自社で開発したこの端末、今ねお話の中でもありましたけれども、いろんなところにね、まあ、いろんな種類のこうクレジットカードとか、まあ、電子マネーとか種類がたくさんありすぎて、端末がずらっと並んでるというのは、こう扱いを覚える方もこれ大変じゃないかなって、こう使う側も思ってたんですけれども、琉球銀行が開発した独自の、まあ、端末でこれが解決できるというのは、本当に今沖縄、観光客が多く訪れる店舗などがとっても助かるんじゃないかなというふうに思いますね。川上さんは銀行業界切手の IT 通として知られています。銀行のサービスはキャッシュレス、そして AI で大きく変われると言われてますけれども、琉球銀行の取り組みに期待して注目したいと思います。お話の続きまた来週お届けいたします。今週のコーラルラウンジは琉球銀行頭取の川上康さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。初めて組踊りが上演されてから300年を迎える今年、さまざまなイベント、そして公演が企画されてますけれども、でも実は組踊り見たことないんだよねという方もいらっしゃるのではないでしょうか。それからちょっと敷居が高いんだよねとかっていうことを思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。そんな方にぴったりの公演がありますよ。6月の8日組踊りを初めてご覧になる方にも分かりやすく構成されている国立劇場沖縄の組踊り鑑賞教室があります。2部構成になってまして、第1部では組踊りの楽しみ方ということで、観客参加型の即興組踊りを通して組踊りの様式ですとか、それから鑑賞のポイントなどを親しみやすくご紹介いたします。そして第2部では1719年、今から300年前に初めて上演された組踊り二道敵討ち、玉城長君の作となっておりますが、この作品を立ち方地方ともに若手の演者を中心にお届けいたします。組踊りの上演から300周年の今年、沖縄が誇る伝統芸能の組踊り、ぜひお楽しみください。国立劇場沖縄で6月の8日土曜日2時開演で、大劇場での公演となります。チケットは一般の方が2100円、団体の方1600円、学生割引、また他の、ね、公演とのセット券などもあります。詳しくは国立劇場沖縄チケットカウンター 098-871-3350、871-3350番へお問い合わせください。インターネットでもチケットご購入いただけますので、詳しくは国立劇場沖縄の劇場ホームページご覧ください。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。先ほどご紹介しました国立劇場沖縄の6月8日の公演、組踊り鑑賞教室二道敵討ち、今回はイラスト入りで分かりやすい鑑賞用の解説書を皆さんにプレゼントされます。それから字幕の表示もありますので、劇中のセリフが分からない方もぜひお楽しみください。
さてラジオ沖縄ではラジコでの配信も行っています。スマートフォンやパソコンでリアルタイムでお聞きいただけるほか、1週間の振り返り聴取も可能です。さらに沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信しておりますので、こちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしてお楽しみください。沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。そろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週。ノーアウト一塁、ここもヒットエンドランですか？もちろんだ。突然ですがラジオ CM は広告のヒットエンドラン。あ、監督ホームランです。ラジオ CM は広告のヒットエンドラン、たまにはホームラン。攻めたいあなたはラジオ沖縄営業部まで。目指せ草野球沖縄一、第25回オリオンスーパーベースボール2019。2つのカテゴリーで熱い戦いが始まる。参加チーム大募集、応募締め切りは6月2日、締め切り迫る。お問い合わせは 869-2299 ラジオ沖縄まで。オリオンビールで頂点を目指せ。5時をお知らせします。 JOXR